毛書き針 A、スクレイバーは、鉄やアルミなど金属材料の平坦な表面に傷をつけて線を引くために使う工具である。この工具を使って線を引くことを毛きといい、毛書きで穴あけの中心位置を決めたり、切り出しの位置を決めたりする。色い々ろいろな毛書き針毛書き針とは、金属材料の表面を引っかいて傷をつけて線を引き、 その線を目印に加工するための道具である。主に鋼で作られており、先端は針と長つく通り尖っているが、何かを貫き通すことを前提としていないため、先端が鈍角な円錐となっている場合もある。その先端は、焼き入れが施されている。よく使われる毛垣針は、一端がまっすぐな針形状となっており、もう一端はヘラ状の バチ毛きや針が90度に屈曲した裏毛垣になっている。中ほどは滑り止めに螺旋状になっている。ペンシル型の毛垣針もある。これを用いて金属材料表面に線を引く場合は、構成の定規やスコヤを使うが、垂直から定規側に少し傾けて当てがい、先端部が定規の角を削らないようにして使うか、厚みのある定規の凹んでいる側を下にして使う。 習熟していない場合に、針の先端部を定規の設置面と遠直に保持して、毛書きを心を見るが、定規がずれたり先端部が、定規の下に滑り込んでまっすぐに線が引けなくなる。毛垣ときに何回も往復すると線がずれやすいため、あまり力をかけずに1回で、さっと引く方が正確に線を引きやすい。毛書くときの進行方向の角度によって深さを調節できる。 深く鋭い線が欲しいときは、針先の進行方向から見て垂直に、材料が柔らかく浅く太い線が欲しいときは寝かせて引く。ただし、鋭い線は、針先が材料に食い込んで削るため、多少慣れていないとブレやすい。金属材料表面への毛き線は確認しにくいため、あらかじめ毛き専用の塗料や油性マジックインキの 黒色や青色で着色し、その上を毛描くことによって毛がき線が確認しやすくなる。毛がき作業ができる工具として、下記のものが他にある、通す鑑定板の上を滑らせて毛がき線を引く。一旦の針がまっすぐになっており、もう一旦は下向きに曲げられている。一般の毛がき作業では、まっすぐの針を使うことがほとんどである。 ハイトゲージ先端が固く尖っており、材料に毛き線を引ける。高さの測定と毛き作業を同時にできるため、能率的である。コンパス先端が毛き針となっているパスは、主に毛き作業に使われる。両端が針状になった毛き用コンパスや、一端が曲がった形状の変パスがある。ポンチドリルで金属に穴を開ける際、 あらかじめ穴の中心位置に印をつけておくときに使用する。ありがとうございます。